文殊仙寺は、大分県国崎市国崎町大四寺にある、天台州の寺院である。三号は、ガビ山、国崎半島のほぼ中央に位置する、文殊山の東北側の中原にある古刹。三号のガビ山は、寺が所在する、文殊山の別名である。日本三文珠の一つに数えられる。また、寺では、三人によれば、文珠の地への発祥の地と称している。本尊である。 文樹菩薩は知恵の母として広く親しまれ、いにしより子供が生まれると文樹の初参りをし、知恵が授かり無事成長すると言われる知恵の水を飲み、虫封じを行った。今日では子供の無事成長祈願、入園、入学、進学祈願や受験や各種試験の合格祈願などで年間を通して参拝者が訪れている。 宇佐神宮六号万山霊場特別札所第21番、札所、国崎六号万山霊場第25番、九州三十六不動霊場第4番、大化四年に中国の五大山から迎えた文字菩薩を本尊とし、縁の行者により創建されたとされ、六号万山の末山本寺として、江戸時代には、木月藩主、農見松平家の祈願所として栄えた。参道の入り口には、 二王像が立ち、長い石段を登ったところに、三門、客殿、首郎や、日本一大きいとされる、高さ約9メートルの宝鏡印刀がある。境内からは、晴天の日には、愛媛県、山口県が見え、瀬戸内海を行き来する船舶の姿まで肉眼で確認することもできる。さらに進むと、本尊の文字菩薩が安置される。 本殿奥の院文樹堂があり、飲むと知恵が授かるとされる、知恵の水が岩屈から流出している。本尊は高さ約30センチメートルの根動物で、奇物とされ、第二次世界大戦前は33年に一度、戦後は文樹菩薩が宇ど市生まれの守護物とされることから、12年ごとの宇ど市の春の大祭の際に開庁される、境内や付近の森林には、 樹齢約1000年の欅や樹齢約400年の杉をはじめとする巨木が立ち並んでおり、文樹仙寺の自然林は、大分県の天然記念物に指定されるとともに、21世紀に残したい日本の自然百選に選ばれている。境内及び付近の祈願の風景は、ヤバ系になぞらえて、文字ヤバと呼ばれ、春は桜、秋は紅葉の名所にもなっている。また、 2018年10月15日には、文殊千寺境内を中心とした文殊矢場が国の名称に指定されました。入り口に大蔵山と客伝不動堂本殿文殊堂。正月2日には、寺で採れた米に、大分県産の椎茸を加え、知恵の水で炊いた知恵が湯が振る舞われる。毎年3月の最終土曜日、日曜日には、文樹山春季大祭が執り行われ、 本殿文殊堂にて祈願祭が行われて、県内外から多くの参拝者で賑わう。毎年11月第4週の土日には、文殊戦時周期大祭8000枚大ごまともが取り行われる。毎月25日は文殊菩薩の縁日であり、本殿文殊堂にて誤き祈願が行われ、参拝者には昼食のお接待が用意される。ありがとうございます。